皆さんおはようございます。えー、毎月第二日曜の朝お目にかかっております。えー、今日はですね、えー、いつも電話でゲストでお話をしていただいているうすいひろゆうさんスタジオに来ていただきました。おはようございます。おはようございます。お願いいたします。<ー>お,お久しぶりです。<や>どうもなんかでもあの電話でねお話ししてる時もなんかのりさん近くに感じてるんででもこうやって対面はまたいいですね。いいですね。はいはい、やっぱりね、あの私ね日曜の朝って 毎月この第二日曜だけ朝この時間起きてる。あ,あそうです、うん、自分の見るために。えー、あとは寝てる。<laughs> <laughs> 僕はあの YouTube でね、うん、あのノーカット版を拝見するようにしてますけどああそそ。そうですよね。はい、そうですね。えー、YouTube もですねぜひ、えー、皆さんチェックしてください。あのー、前回の札幌ドームの問題、サッポロドームどうなっちゃうんだ誰が責任者だって話、うん、すごいもう皆さんが えー、YouTube チェックしてくれて<ー>見てくれていろんな意見もお寄せいただきましてい、はいうん、これ今ラジオ風のスタジオでやってますけどもテレビもラジオももうこれは北海道のね、えー、テレビなんですけども、はい、全国どこでもラジオ聞けるし、うん、テレビも見ようと思ったらどこでも見れるもんね。 そうなんですよね昔、放送っていう文字からね、うん、送りっぱなしじゃねえかってよく言われたんだけども<ー>いやでもあの例の我々のねこれ今回の番組のあの YouTube も含めて、うん、あの見た人、聞いた方たちが反応してくださる、うん、そういうやり取り双方向みたいなこともね、うん、やれるようになってきたこれ、いいことですよね。そうですねはい いつも臼井さんと世の中のことを砲弾でお送りしているこの番組なんですけれども今回はやっぱりこれでしょう、えー、自民党総裁選ね、はいえー、これがあ,、まああいう結果になってですねいよいよこれから、えー、選挙になるとま、はい、もなく、えええー、ちょっとこの話を今日はテーマにしたいと思うんですけども、はい、田中真紀子さんがですね、うんあのー、今回の自民党総裁選をこう言ってました。 9人の候補者を見てね国を導こうという覚悟と気概が、えー、みんなに感じられないとうんうんでなんか商店街の福引きみたいだと <laughs> 福引き <laughs> 推薦人それぞれ20人いたでしょううで一回ガラガラを回せるから自分もじゃあちょっと回してみようかみたいな、えー、ことになったんじゃないかあれガラガラポンって言うんだねあれね。 うん、一回自分も回してみようかなんて思った人たちが、まあ、推薦人だという言い方してたけどね「うん、ガラガラポン」というのはも,もっとあの別の意味があってね「ええ、一からきちんとやり直す」こと言うん今回はそうだけど、ね、やり直そうとした振り、うん、刷新って。 っていうねすり直すの刷新っていう言葉が、うん、使われてましたけど、うん、刷新じゃなくて刷新感、うん、あの感じるの感はい、はい、刷新感だけがあって、うん、本当の刷新はやる気ないいじゃんっていうのがけて見えてきた、ねはい、統一教会の問題も裏金の問題もねもう国民がみんなその汚いところ見えてるのに、うんうん、それを一生懸命例えば鍋だとしたら鍋にたくさんもう汚いものがたくさん入ってるんだけども無理やり合わない蓋で隠そうとしてるようなもんだよね。うん あの結局これ誰のための、まあ、今回の,、ね、あの大騒ぎだったのかって言ったらあ結局党の顔、うん、もしくは選挙のための顔を、ねうん、あの選び直したっていう取り替えてみようよっていうだけでさっきの眞子さんの商店街の話もすごく面白いんだけど僕自身は、まあ一言で言ったらこう反省なきお祭り騒ぎみたいな。 だもともと岸田さんが今回これ出ないっていう辞めるっていうことで始まった総裁選なんでなぜ辞めることになったかって言ったらやっぱり不信感。 国民の政治に対する不信感がこんだけ高まっちゃってこのままじゃ自民党政権でやっていけないよっていうふうに判断したから総裁選やろうっていうふうになったわけで本当はそのことの反省なぜ不信を招いたのかっていうその眼強というか大元はやっぱり政治と金だったわけでそのあたりのことを曖昧にしながらあ顔だけ変えようっていうのが今回だったのかなっていう感じです。そそうでですすよねねの顔ななんですけど高市氏になったら 日本はかなりまずいことになると思ったという人たちが結構いるんですよ。はあ、例えばですねあのよくテレビに出ているあの政治評論家の田崎史郎さん、はい、彼なんかはですね言ってましたねあのなんであの大逆転になったのか、うん、高市になりそうだったじゃないですかそうですで決選投票行でった決戦投票行った時は。はい、でなぜじゃあ大逆転になったのかというと。 国会議員が決選投票で高市氏はまずいと思って拒否する国会議員が、まあ、田崎さんに言わせると50人近くいたと、うんうん、その50人は何を思ったのかというと高市氏になったら自民党が潰れる、うん、日本が沈没すると思った議員がそのぐらいいたと言うんだね一種の危機感を持ったもしなっちゃったらっていう,う私あの高市さんにならなくてよかったと。 思う1人なんですけども、ええ、私も私それは私は4つの理由があってね、はい、まず1つはどうも右すぎる世界の流れに合ってない、はい、で、まあ、夫婦別姓選択的夫婦別姓もですね自民党の長老議員と全く同じでしょう後ろ向きですよね、はいうん、そして2つ目の理由なんです高高市氏の推薦人の中には、はい 裏金を受け取っていたと、党本部が公表した人が十三人もいる。二十人,、うん、人。二十。そう。おお<ー>。で、うち六人は役職停止の処分を受けた人がいる。黒、<う>黒も黒。<う><う>相当黒。っていう,そう。で、彼女の応援団は裏金応援団だった。<laughs> あ、すごい。うん。そっか。それを記者たちに聞かれました。彼女は。その時に何て答えたか。 私は推薦人は誰か知りません。えー、よく言うな。<laughs> よく言うでしょ。<ー>人に任せていた。これ誰もが嘘と思いますよ。うん、聞いた記者記者。連中もみんな嘘だと思ったらしい。うん、例えば彼女が総裁になったとしたらこの言う嘘を。 平気ででついていくんだろううなと思っ、うん、そうですね、うんまあ、しかももしも総理になっていたら、うん、おそらくその黒い人たち裏金の人たち自分を押してくれた、うん、その彼らの中から結構入閣させたかもしれないわけだからね。とんでもないことだね。3つ目とにかくずるい<う>あの !9 月の初めにですね全国の党員にリーフレット配ったんですよ<ー>自分の,の政策など書いた。でこれは 禁止にななっていたことんです今回ね金のかからない総裁選って言ってたわけです告示前でもパンフレットの郵送は禁止になっていたんですこれをやったんです罰は受けなかったこれをやっぱりやるというのはなんとずるい女かとだからこれも私は知りませんでしたって話じゃないですもんね分かってやってるわけだからねこれ明らかに確信犯でしょうで4つ目の理由今の テレビ地上波を面白くなくしたのはこの人なんですよお<ー>高市さんだったんですよ。でした、はい、でで放送局が政治的公平性を欠くという放送をしたと判断した場合放送法第4条違反で電波法に基づいて電波停止をすると。 言ったのがこの高市もう呼び捨てしちゃうけど高市なんですよ。その結果テレビはとんでもないことになったというかこれテレビの責任もあるんだけれどもあのこれでみんながテレビの上層部がビビっちゃって萎縮しちゃってでワイドショーなんかでも報道番組でも呼ぶゲストはみんなご用 学者御、うん、用コメンテーターになっていって、もうとにかく縮こまった。放送をずっと2016年から続けてきた。うん、結果、<ー>テレビは本当に面白くなくなった。なるほど、そもそも前提で言えば、あのまあ、テレビもラジオもいわ。ゆる放送っていうものは、実はあの国が。 そういうふうに、えー、自由に勝手に放送できるわけではなくて国が免許を与えてその免許を得たところが実際にこうやって放送ができているだから国がまあい、ね、わば、ね、ただそれはもちろんその電波っていうものが公共物だしそれからたくさんの人たちつまり国民に影響を与えるものなんでと、えー、いう前提で国が管理はしているんだけれどもでも 放送には例えばおかしなことを政治がやってたら駄目じゃんおかしいじゃんっていうねジャーナリズムとしての、まあ、使命みたいなものがあったりするわけですよ。でもそこのところを自分たちにとって都合の悪いことを言う放送局もしくは都合の悪いことを言ってくる番組みたいなものがあった時に電波止めるぞそういうこと言ってるとっていうつまりその政治的公平って例えば一つの番組で 極端なこととがもし言われたと仮にしても放送局全全体の番組全部ででって判断すすべきことなんですよ高市さんあの時はもう一つの番組とか、まあ、極端に言ったらあのキャスターとあいつが気に入らない言ってることが嫌だみたいなね、うん、もうかなり恣意的なところからスタートしてついにその電波を止めることを私は止めないみたいなね、うん、ありうるって言っちゃったんですよ。 過去の総務大臣も言ったことはない思ったことはあっても口にすべきことではなかったそれを言っちゃったんですね、うんうん、だから今のりさんおっしゃったようにやっぱりメディアの側がどっかこう身を縮めるっていうことがここから始まったってことですよねそうなんです政治的公平性というのは彼女は大いに間違ったのは要するに政権批判 ということを言ったわけ。うん、でもすこう政治的公平性というのは政権批判じゃないんです。ああいろんな意見がある。そのいろんな意見を放送に載せることを政治的公平性って言うんです。うん、これを政権批判するものはと、彼女はそういう意識で言っちゃった。はい これがとんでもない間違いを犯したんですねで放送法やんよ第4条違反なんてことはありえないんですよ、うん、この放送法第4条というのは放送局が自らを律する倫理規定なんですよそんなのみんな守ってますよ、うん、全国のテレビ局ラジオ局が、うん、みんな守ってるうん。この倫理規定を大事にしてるのはその国じゃなくて我々なんですよ、はい、放送の仕事をしてる人なんですよむしろ政治的公平性を 放送する側が守るために、うん、守るために国は中途半端に介入しちゃいけないよっていうね、うんうん、権力側が介入してくることはいけないよ。だからだからこそ公平性が大事なんだっていうことを言ってるのに逆転逆の方向からも物言ってきたんですよ。あれ。そう。で石破さんになったんだけど、はい、あの自民党の派閥がとりあえずなくなった形になって初の総裁選挙になりました。うん、で 今までのこのしがらみを解いてほしいと思ったんですが、うん、もうなった途端2日目からこの選挙の日程にしてもそうだけども何か石破さんが言ってることとやってることが違うというふうに私は見えちゃったねまあそう見えた人は結構たくさんいると思うんですけどどうです、あのー、最初にあれと思ったのは 要するに党の,あの長老たちのところあそこにもうもう出るようにいきましたよねやっぱりまあ高橋さんが伸びてきたっていうこともあって石破さん危機感を感じたんでしょうそれで結局長老頼みかよともう本来はあの方たちをもう外してね新しい自民党にして,ていかなくちゃいけない役割なのにでもやっぱり。 お願いしますって頭を下げてで、まあ、ある種の数の論理かつての派閥の論理みたいなものも動員しながら選挙戦に戦ったっていうもういいか減にこのキングメーカー政治みたいなところをね断ち切らなきゃいけないじゃないですかそのことも含めて不信感を国民は持ってたわけだからにもかかわらずでしたね。さてあの近づく総選挙なんですけれども、はい、でいざ総選挙となった時に私は今回。 必ず皆さんに投票に行きましょうと呼びかけたいんですよ。と、うんはい、いつも今までの選挙よりも投票はしましょうよと。なぜそう呼びかけるかというと、えー、今回は私のテーマは「落とす選挙に行こう,という」とれるんじゃなくて入れるんじゃない投票。まあ普通投票って入れるんだけど落としたい人がいるわけですよ。うん 日本の自由にたくさん、はい、国民の皆さんが、はい、でそういうあの人を落としたいと思ってるんだったら行きましょうと投票に、はあ、誰を落とすかというと当選してはいけない人 <laughs> させてはいいけない、うん、当選させてはいけない人、うん、これを落とす選挙をしない当選させてはいけない人というのはじゃあ誰かというと裏金をねもらいながら。 裏金議員と裏金議員とのはそもそもどういう人かというと、まあ、脱行為した人なんです、はい、例えば課税所得をごまかしたあの要するに政治資金パーティーをめぐって派閥からキックバックを受け取った人、うん、でパーティー収入の一部を記載しなかった人、はい、多額のお金をごまかしたら脱税になります、うんうん、それとパーティー券を中抜きした人もいますよね。はい、ねあれは応領罪なんです うん、そしてもう一つはパーティー券だと言って売って政治家の自分のポケットに入れた人もいましたよね。それは詐欺。すすすごいででねねオンパレードです、ね、<う>全部犯罪だこれ普通の国民ならみんな捕まってしまうんですよ。うんうん、あの連中は捕ままなかったんですよそうですよ、ね、ままですよよ、ね、そうね、ん、それでも今度の総選挙に出てくるんだったら、うん、この連中はみんなで落とそうじゃないかと。 つまりこの人に入れないで別の人に入れましょうということですよ、うんうん、ほとんどの人出てくるでしょうね、あの裏金議員、何十人っているわけじゃないですか、全国に出てきますよね、うん、おそらく、うん。出てくると思うでしょう。はい、あの今度の選挙、あの何人いるかという、このさっきの裏金議員、はい、もう自民党の党でも、えーまあ、言っている人たちは、裏金議員だと言っている人たちは、人以上いるんねそんなにいるんですね。うん、いるんですよ、うん うん、ほとんど安倍派ですね<ー>、うん、で裏金議員は辞職すべきという人は、えー、アンケート調査で半分以上どこのアンケート調査でも半分以上いて、うん、ANN の調査では65%の人が即辞職すべきと言ってる国民の側はね、うん、言ってるんですね言ってるの。うんうん、あの皆さんね私は選挙終わって選挙結果で裏金議員が当選したとしたら 当選する人がいたとしたら、はいえー、国民も裏金議員を自民党と同じに認めたということになると思うんですよ確、うんうん、確かに確かにに、うん、選んだ,るんだからそうだから自民党と同じですよ、うん、そういうふうにならないでほしいなと、うん、本当にね、あのー、国民の良識をここで見せてほしいなと思うんですけども。 まあここは北海道ですから、はい、北海道のまあ選挙のことをちょっとこうイメージしてですね北海道の裏金議員のことをお伝えしたいと思うんですいるんですの裏金の温床だったのは安倍派の国会議員、うん、で北海道には衆参5人いるんです、えー、うち1人は、えー、キックバックはもらっていないとはっきり言ってる<ー>5人のうち1人は言ってるんです。人の 残った四人のうち三人は党の党紀委員会から処分されました。うん、あの一年間の役職停止と、えーえー、開国などを受けました。うんうん、でキックバックもらった四人いるんです。うん、でその人たちはなんて言ってるかというと議員続けると言っていると。<ー>うん、なぜそれが言えるんですかね。ね、うんうん。だから、うん、出馬するでしょう。うんうん、私はこの四人はあのー。 要するに政治資金の管理もできなかった人、うんえー、意識も欠如していた人、はい、もうレッテだからそういう人たちが出るとしたら今度は我々が審判を下す時、うん、これが今度の選挙になると思う。 多分その方たちなりの論理があって党内で処分受けたんだから要するにみそぎは済ませたぞみたいな感覚なんでしょうけれどもでも済ませそんなことはないさっきおっしゃったように犯罪になんだからいくつかのことはどれもでも出たいんだったら一回辞職してやめて出りゃいいんだああ本当だ兵庫県の知事のようにさねえ ことですよね。うん、それを自分でやってみればいいですよね。一回ゼロになって、で今度の選挙はそういう裏金議員北海道にもいるんですけども、落選してもらわないといけないと思います。うん、誰なのかというのはすぐわかります。<laughs> あのー、裏金議員北海道で検索するとすぐ名前とかをばー出てきますから。面白い、面白いですよ。普通ここまで言ったら名前まで言うじゃないですか。うん、でもそこはあえてご自身で、うん。うん 見てる方たちご自身で顔と名前をチェックしてほしいあえてもアクセスしてほしい言うのも僕は腹立たしい名前言うのも腹立たしいから出てくるんですねちゃんとねそう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 いう人たちは今度の選挙では落選してもらわないといけませんでまあ今までの選挙をいろんな人たちが誰に入れるかというのはいろんなしがらみがあったと思うんですよ特に投票に行く人は。 特に自民党議員に入れる人はいろんなしがらみがあって入れてきたと思うんだけど今回の選挙だけはもうしがらみは捨ててほしいと思う,、うん、うんと思いますそうですよねまあここまで政治に対して国民我々がなんだかなもういい加減にしてくれよって思ってるこの気持ちみたいなものね、うん、国民の持ってる気持ちみたいなものをちゃんと組み上げて対応していかないともうそれこそあのガタガタになっちゃう。 1と、まあ、一回、自民党がタガタになった方がいいのかもしれないんですけれども、うん、ただ、国そのものがガタガタになるのは困るっていう気がします、今おっしゃったような方たちがそのまんま、裏金の方たちがそのまままた議員をやるような国じゃアウトだよって気がしますすねね、うんうん、そうです、ねまあ、とにかく本当にあの投票には行きましょう、裏金議員を落とすために行きましょう、え他の人入れればいいわけだから。はい うん。でいうことで、えー、私は投票を皆さんに呼びかけたいと思います。いいですね。ええー、これで裏金議員が北海道の議員がまた当選したとしたら北海道の皆さんは裏裏金議員を肯定したことになるんですからね。ね？ね？<laughs> ね <laughs> その通り。<laughs> その通り。肩負したことになっちゃうわけだ。そうそうなんですよ。ということでえー、っと今度は結井さんと話すときは。 多分総選挙終わってる時ですよねそうですねちょっとその時の世の中の様子を見たいなと思いますね、はい、ありがとうございましたありがとうございました